結構ちっちゃい頃にお姉ちゃんが友達からの影響で BL にハマって、その流れでなんかこう携帯で見れるなんか同人の小説みたいな、それをまあなんかお姉ちゃんが結構漁るようになったのね。スイちゃんその時はまだ多分ね、自分の携帯というものを持ってなかったと思うんだけど、でなんか気になったから、お姉ちゃんがずっと見てるから、もう朝も昼も夜もずっと見てるから気になっちゃって、携帯を覗き見たというか、お姉ちゃんがいない間に勝手にお姉ちゃんの携帯のブックマークからなんかそのお姉ちゃんお気に入りのBL 小説同時をちょっと見たのよそしたらあのさ、ブリーチ系だったのね。ブリーチ系のBL 同人がまあ並んでて、でその中の一つがあばらいレンジかける室谷藤次郎だったんだけどスイちゃん室谷藤次郎がすごい好きだったの、本当に本当に好きだったから、でしかも R18 だったの。それが全然気づかなかったんだけど、なんかその中で私の大好きな室谷藤次郎がなんかあばらいレンジにあやかされてるわけじゃん、マジ最悪で本当に最悪で。でも待って、すいません、あばらいレンジかける室谷藤次郎が好きな女性の方々、本当に申し訳ございません。あなた方のそのね、感性は私否定はいたしませんけれども、私のね、その小さな頃の初めて見た BL としてはちょっと刺激が強すぎたというか、ちょっとわーってなっちゃってそっから私もうなんか結構中学の後半くらいまでは BL がすっごい苦手だったなんか理不尽にお姉ちゃんにめっちゃ文句言ったもん。なんだよってこれもうふざけんなよ初見でそれだったからもうなんか泣きそうだったよねアネマチ株が上がったのか下がったのかなんでなんでなんで。でもアネマチが腐ってるっていうこと私結構前から配信で言ってたよ。なんかスイちゃんすっごいなんかお化けとか怖がるタイプなんだけど、でなんかお家でその家なりとかも結構あったから怖くて、お姉ちゃんのBL エロ同人を引っこ抜いて、開いてそこら辺に置いておいて、それで除霊みたいなことしてたのは多分話しましたよね私なんか霊がそのいかがわしいものが苦手らしいんですよっていうことを聞いたの。じゃあいかがわしいものを並べ立てて除霊しようと思っていや違う違う違う、BL 自体がいかがわしいわけではなくて、 BL のいかがわしい部類のものを引っこ抜いて開いて置いてたのよ。スイちゃんはなるべく中身を見ないようにしたそうだね。でも BL 除霊強そうじゃんじゃこれでさ、最近マジで肩が重いんだよなって思ってる人、もしこれで BL 除霊が効くんだったら、ちょっと語り継いでいこう語り継いでいこう。うん。